横浜新都市交通線形電車。横浜新都市交通線形電車。横浜新都市交通線型電車は、横浜シーサイドライン、旧、横浜新都市交通に在籍し、金沢シーサイドラインで運用されていた EGT、新交通システム車両。金沢シーサイドライン新すぎた金沢八景間の、開業に合わせて登場した、建設省、運輸省、ともに、現、 国土交通省制定の新交通システムの標準化と基本仕様の規格に基づいた第一号の車両であり、1988年、昭和63年から1989年、平成元年にかけて5両編成17本、85両が新潟鉄工所、日本車両製造、東急車両製造、三菱中工業で製造された。 車両番号の付与方法は100並び20の位で製造順を第一編成であれば01、1の位で編成内における連結順を示すという横浜市営地下鉄の各形式に順じた方式が採用されている。車体は普通構成であり片側一箇所に両開脚用扉を備える。車両の操縦量を軽くするため数々の工夫が 各所に施されており、車両のつま面にある機器スペースを腰の高さまで調整したため、エイジティでは珍しく、つま面に窓が設置されている。塗装はホワイトをベースカラーとし、窓周りがマリンブルー、倉下にオレンジイエローの帯が回っている。なお、第十七編成は倉下の帯が緑のノ淡タンとされている。また、第十二編成が、 横浜 F マリノスによるラッピング車両で第15編成がシーサイドライン20周年記念ラッピング車両となっていた。座席はオールロングシートで空調装置は天井からの吊り下げ型である。網棚は設置されていない。座席モケットの柄は製造当初はベージュにブルーオレンジの帯が入ったものであったが2001年平成13年12月末から後日の 車体再生工事の際、一部の編成を除き工事と同時に赤系のモケットへ更新されている。窓には日よけとしてレースの横引きカーテンが備えられている。低都高速度交通営団、営団地下鉄、現東京地下鉄零一系電車などで採用実績を有する高周波分巻直波制御、開示直波制御方式を採用し、三段階に変調する。 チョッパ音が特徴である。ブレーキ方式は電気指令式空気ブレーキで改正制度を併用する。主電動機は出力1 0 0ットで編成中に6台、1両あたり1台、3両目のミニ台装備される。なお、日本のエイジティの車両で主回路にチョッパ制御を採用している車両は、この線形の他にも東海大新交通100系、電車2006年に 路線廃止や広島高速交通6000系電車がある ATO による無人運転が行われている走行距離を常に計測し続け記憶した走行データと照合して加減速を行う走行距離の誤差が累積しないよう各駅の手前で無線による誤差修正が行われる保安装置は ATC を採用している製造から13年が経過し 海上部を走行することにより老朽化が進んだことから2001年平成13年12月から2005年平成17年2月にかけて車体更新が施行された車体の腐食部分の部分補修一部機器の交換外販の再塗装等が施され全面スカートに表記されていた車両番号を全面倉庫に移設したまた一部の編成を除き工事と同時に 座席シートモケットの交換を実施した。新しい車両番号表記は白文字から青文字になり、サイズも拡大されている。またたびたび要望が出ていた自動放送装置の更新は2007年、平成19年6月から開始され、内容に英語放送が追加された。なお、更新の際に座席モケットの交換が行われなかった編成は第10.17編である。 17は2009年1月に施行。10は現在も未更新ちなみに10.17編成はそれぞれ最後の1.2番目の更新施行編成であり、10回は2004年12月、17回は2005年2月に施行。シート交換は最後から3番目の2004年8月施行の第16編成で打ち切っていた。ちなみに17回は 07F の発生品のシートを 転用している。2008年、平成20年3月より、車番末尾2の車両に車椅子スペースを設置した。なお、更新対象から外れた第7編成は2007年、平成19年に廃車となった。前期更新を経て運用された本形式であるが、製造後20年を超過し、老朽化が進行したことから、2011年、平成23年以降、 新型車両2000型によって代替されることとなった。2000型は2014年までに16編成が導入され、本形式は全編成が置き換えられた。2007年に廃車された編成の解体発生品の一部は2007年5月に開催された京急ファミリー鉄道フェスタ、取材、京浜急行電鉄において売却された。2011年に廃車された。 編成の解体発生品の一部は2012年3月に開催された第1回シーサイドラインフェスタにおいて売却された。2012年に廃車された編成の解体発生品の一部は2013年3月に開催された第2回シーサイドラインフェスタにおいて売却された。また、運転台が切り離されオークション販売された。 2013年12月26日、2014年で1000型が全社引退することが発表された。引退記念イベント第一弾として、2014年1月25日と26日の2日間、車両基地にて事前予約制の線形撮影会を開催した。2014年3月1日、8日、15日、21日、22日の計5日間、 事前応募制で引退記念イベント第2弾として1 0運転体験を開催した。2014年5月17日24日、事前応募制で引退記念イベント第3弾として1 0さよなサヨナラ乗車会を実施。24日のサヨナラ運転を最後に全車引退した。なお、全車引退後も一編成。 第16編成が保存されており、2014年11月30日には、見学ツアーが模様されている。本形式は、車椅子スペース、弱冷房車の位置が2000型とは異なるほか、2.4号車が優先車両となっていた。なお、のところに来る数字は、前日の編成番号となっている。例、111111 11 11編成。 横浜新都市交通線形編成表、車両更新後、前述したように、第12編成、第15編成、第17編成は、イベント用編成との位置づけをされていたが、全編成が共通運用されており、特に運用上の区分はされていなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。